平野紫仕様、新たな夢への第一歩、世界デビューへの挑戦が始まる。2024年3月、芸能事務所、とべ、が主催する一大イベントが東京ドームで開催され、元ジャニーズの豪華メンバーたちが出演することが発表されました。その中で、注目を集めるのが元キング・アンドスの平野仕様さんと、新たなグループ、ナンバー・アイ、の動向です。 特に平野さんにはデビュー曲のデジタル配信やソロ活動の可能性が浮上しており、これが世界進出への第一歩となるかもしれません。平野市要、神宮寺勇太、岸優太、ナンバー I の新たな挑戦2023年3月に設立された芸能事務所。 トベが2024年3月に東京ドームで全所属タレントによるコンサートを開催することを発表しました。そのメンバーには元 V6 の三宅健さん、元キスマイフト2の北山博光さん、元キング・アンドクスでうつすナンバー・ I の平野志陽さん、神宮寺ゆうたさん、岸ゆうたさん、そして元ジャニーズ JR で7人グループ、イムップが揃います。 この一大イベントに向けてファンたちは詳細な日程を待ちわびています。しかし、この大舞台の前に平野耀さんには新たな動きがあるとレコード会社関係者が明かしています。なんと来年1月にはナンバー I がデジタルシングルを配信する可能性が浮上しており、東京ドーム公演ではデビュー曲を披露することが期待されています。 これにより、三人組のグループが、ますます注目を集め、新たなスタートを切ることになりそうです。世界進出の夢、デジタル配信が第一歩平野市洋さん神宮寺優太さん、岸優太さんは、それぞれ5月、9月に旧ジャニーズ事務所を退所し、10月から新たなグループ、ナンバー I としての活動をスタートさせました。この新天地での活動の背後には、 共通の夢が広がっています。それは、世界で活躍するアーティストになりたい、という強い思考です。特に平野さんは、旧ジャニーズを辞めた理由の一つに強い海外執行があったことを公言しており、デジタル配信がその夢を叶える第一歩となるでしょう。レコード会社関係者によると、3人で新たな夢に向かって歩む中、平野志陽さんには、さらなるプランがあるとのことです。 来年1月に平野さんのソロ曲も配信するようですとの情報があり7月にはすでにソロ曲が収録されているとの報道も存在します。高いダンスの技術を生かしたダンスナンバーでグループ活動と並行してソロの新曲もデジタルで配信される可能性が浮上しています。 中国市場の後押し、平野紫耀の人気が、急上昇平野市用さんが所属するナンバーアイの活動だけでなく、彼自身のソロ活動も着々と進展しています。その証拠として挙げられるのが、香港で開催された、ルイ・ヴィトンのイベントへの参加です。イベント後、中国の SNS プラットフォーム、ウィーボー、ウェイボー、では、 ヒラノさんの名前がトレンド入りするほどの注目を集めました。Weibo は1日のアクティブユーザー数が2億人を超える巨大市場であり、これはヒラノさんが中国でも非常に高い人気を誇っていることを示しています。これによりデジタルで楽曲を配信すれば中国でも大きな話題になることが予測されます。中国市場の拡大は ナンバー・アイが世界進出を果たす絵で強力な後押しとなるでしょう。芸能プロ関係者たちは、平野さんのグループ曲とソロ曲がデジタルで配信され、それが世界デビューへの第一歩となることに期待を寄せています。平野紫耀さんとナンバー・アイの新たな挑戦が始まりつつあります。 東京ドームでのコンサート、デジタルシングルの配信、そして平野さんのソロ活動など、様々な展開がファンたちを楽しませることでしょう。彼らの強い海外志向と中国市場での注目度が相まって、世界デビューに向けての成功が期待されます。これからの動向にますます注目が集まりますが、平野紫耀さんのファンや音楽ファンたちは、 彼らの新たな夢に胸を膨らませていることでしょう。